たびたびお呼び立てて大変恐縮でございます。ストレステストの検証機会のことについてご報告を申し上げます。すでにご承知と思いますが、改めて念のためこの意見聴取会についてご説明申し上げますが、ストレステストは保安員がチェックをするという仕組みになっておりますが、保安員のチェックが科学的技術的に正しいものであるのかどうかを専門家の皆さん、それも幅広い専門家の皆さんのご意見を伺う、そしてそのご意見自体もですね、専門家同士のやり取りも含めて公開をして、この意見聴取会のメンバー以外の専門家の皆さんや市民の皆さんにもその意見のやり取り等を検証していただくという機会を作る、その目的で意見聴取をする場でございまして、そこで何かを決めるという場ではございません。そうした中で、ストレステストに対する保安員としてのチェックの状況をこの意見聴取会の場で、お示しをした中 です、ね、専門家の皆さんの意見などを踏まえて、さらに治療をさせる等のこともやってきているところでございます。ただ残念ながらその公開傍聴を直接していただくことについて、前回先ほど申しました通り、自治の妨げになるような、著しい人感染や特に自治の終了後に委員の皆さんに傍聴の方が詰め寄るというようなことがございまして、残念ながら直接、同じ会議室の中で傍聴していただくということの中ではですね、平穏な状況で専門家の皆さんに専門的に意見を出し合っていただくということの目的が果たせない。ただまさに一般の国民の皆さん含めてですね、そのやり取り自体を知っていただき、見ていただくことで、この意見聴取会のメンバー以外の皆さんからの声というものも、意見というものも承れるように有志してございますので、平穏な進行状という必要から適切でありますが、しっかりと全てのやり取りを見ていただけるように準備をして今回を迎えたわけでございます。残念ながらそうしたことをご理解いただいた上で傍聴の申し込みをいただいていたはずでありますが、ご承知の通りの経緯ということになりまして、大変残念に思っているところでございます。ただ専門家の皆さんに保安員の見解をしっかりとチェックをしていただき、そして専門家の皆さんのご意見をできればいろいろな立場からそこでやり取りをしていただくことでですね、他の専門家の皆さんもとより国民の皆さんにも安全性がしっかりチェックされているかどうかということについて、知っていただく機会を作るというこの意見聴取会は大変重要でございます。こうした残念な事態によって、こうした手続きプロセスがしっかり進められないということは適切でないと思っております。でこうした経緯でございまして残念でございますが、本日は傍聴をリアルタイムでしていただくということは断念せざるを得ないという状況でございまして、別室を用意しておりますので、委員の皆さん後の予定もございますので、今日は長い時間は取れないかというふうに思いますが、予定されていた議事の時間の範囲でできることについて別室で、議論をしていただくということにいたしました。その上で月の関係でですね、別室でリアルタイムで見ていただくということは残念ながら残念とは思えませんが、全部映像を撮りまして、できるだけ早く、可能な限り早くそのやり取りについては全て、経産省ホームページからご覧をいただける、全ての方にご覧をいただけるというような体制を作るよう指示をしたところでございます。ほぼこの会見と同時並行で準備が整い次第、別室で意見聴取会をスタートを遅れまして短い時間でございますけれども、可能な範囲内で実施をすでに始めているかというのもあるというような状況です。また機会に。幹事の日本テレビ秀樹です。まず今後他の原発のストレステストについても聴取会を開くと思われるんですが、その一般傍聴も制限する方向で考えるんでしょうか。
私はできるだけですね、多くの皆さんにさまざまな議論や検討の場を知っていただくということは重要だというふうに思っています。 できるだけですね、会議室のその場に来ていただいて、そこで傍聴していただくという方がですね、準備とさまざまな手配も容易でありますので、そういった形にできればしたいというふうに思っています。ただ記事が妨げられる平穏な状況の中で専門的な議論を専門的に戦わせていただくという安全性チェックの上でね、重要なやり取りができないということでは本末転倒だというふうに思っておりますので、今回は今後も徹底していきたいと思っておりますが、やり方については今回のことを踏まえて検討したいと思います。今回のような混乱に至ったその要因はどこにあるのか、こちらで会議の運営側にも何か問題があったという認識でしょうか。私どもとしてはですね、私としてはですね、できるだけ多くの方にリアルタイムでもちろん自己的に議事録その他公開しますし、それから検査所としてはありませんが、民間のネットの皆さんなどが話していただくとか、そういうことありますが、できるだけリアルタイムで見ていただくということを前回のことがあったにもかかわらずですね、説明したいということで今回のような対応を考えたわけでありますが、そうした形でですね、信頼の我々が傍聴者の皆さんを信頼したことがですね、一部のこととはいえですね、私どもの信頼に対応していただけなかったことは残念です。幹事から以上です。朝日新聞の小堀と申します。今日は会議が紛糾しまして、一旦会議を中断して仕切り直すという考えもあると思うんですが、今日会議をやらなくてはいけない理由はどのあたりにあるんでしょうか。やらなくてはいけないということよりも、今日予定をされていた会議でございます。それが一部の方の妨害でですね、開催されないというのは、これはやはり筋が違うんですというふうに思います。再稼働を急ぐという考えが、経産省としてあるのではないかという考えもありますけど、その点はいかがでしょうか。私は朝日新聞さんですね、はい、本社の連載記事で書いていただいた通り、再稼働を急ぐという気持ちは全くありません。そのことは従来から申し上げます。ありがとうございます。 NHK の岡と申します。今回の今晩 の会議の進め方の中で、例えば一旦その傍聴を入れて、当然その進める中で議事の妨害ですとかそういうことをした場合には出てもらいますよということを宣言した上で、入れてやってみて、で当然そういうことになった場合にはその理由があるわけですから、積極的に出ていただくという段取りを取るという方法もあり得たと思うんですが、それをしない都合的にはどういうふうに考えますか。これすでに前回がですね、途中で議事を妨げるような職発言等があって、その方には退出をお願いしたんですが、退出をいただけませんでした。その上で終わった段階で委員の方に詰めようというようなことまでございました。これもちろん例えば運営のやり方とかですね、さまざまなことについて、それはいろんなご意見あるのは真摯に受け止めなければいけないと思います。それは向かうとすれば私であったり、あるいは公安委員や経産省であるべきであって、委員の皆様に詰めようというのはですね、これはちょっと違います。委員の皆さんにご議論をお願いする立場としては、そういったことがあった以上ですね、再びそういったことがないように再現をするということは私たちは必要だと思います。上井新聞でます。今日の会見で大臣の立場を離れて、心情的には先ほどの心情であるべき方だと心情にかなり近いと言われていますけど、現在大臣としてらっしゃる部分と個人の心情で違うんですか。心情については理解をいたしますし、かなり近い心情を持っていると思っています。と同時にですね、今回のこの行き先経緯というのはですね、さまざまなご意見ご主張について、もちろんいろんな主張があって当然です。それをいろんな形でアピールされることも当然だというふうに思いますが、ルールをしっかり守った中でやっていただかないと、それは物事が適切にやっていかない。それは大臣としてはそのことをしっかりとやっていかなければならないということを申し上げます。
共同通信の新井と申します。私たちの質問に関連するんですが、最初挙手会を行う理由は再稼働とは関係ないんですよ。比較的また IAEA の専門家の来日に備えて、ある程度のところまでは議論を進めていかなきゃいけないということは関係はあるんでしょうか。しておかなければならないということではございませんし、当然意見聴取会のメンバーの皆さんにはIAEA などのご意見を踏まえた上でですね、さらにご議論いただくということを予定をしていくというところでございますが、IAEA の皆さんからご指摘をいただく前の段階で、それ以外のことについて、さまざまご議論できれば、それぞれだけ安全についてより充実した議論ができるというふうに思っています。よろしいですか。本当にたびたび渡りいただきました。あと1分ですか。すみません。読売の佐藤というんですが、今日そういう形で議論を再開した場合にですね、一部の委員の先生の中にはそういうやり方は好ましくないということで、欠席されるようなですね、意向の方もいらっしゃるようですが、そうなった場合に結果として幅広い専門家の意見を聞くというですね、大臣がおっしゃられた趣旨が全うできないのではないかという気がするんですが、その点はいかがお考えでしょうか。今日で半中別にこの意見聴取会が終わるわけではありません。それから委員の皆さんにはもしご欠席の方にもですね、今日保安員の方からプレゼンする予定だったことについては当然お伝えをいたしますし、それは委員の方に限らずですね、すべての方に今日のやり取りについてはお伝えをいたします。その上でご意見あればぜひ積極的にご意見を出していただきたいというふうに思います。よろしいですか。本当に度々お参りいただきましてありがとうございます。